オレンジのファーストユニフォームを着用して緑とオレンジの激突です。5月に行われた天皇杯長野県予選決勝、そして2022年の信州ダービー第3幕、その幕が今上がりました。間を通して水谷、中央で受ける、さらに反転して山中、三打から踏まれてヘッド、走って、ここは何とかかき出した。大野が跳ね返す。おっと山本抜け出すか。さらに三打のシュート。ここはブロックしました。直接入れていったファーサイド右足。さあこぼれた。押し込むか。決まった。ボールを見逃しませんでした横山歩夢。横山歩夢は指示として送りました。一方長野のシュタルフ監督、アングルを取りながらボールを持って動かす。おっとチャンスになる。シュート、ここはナイスセーブです。ただしかしここはかいくぐって水谷。さあ左サイド、また森川が仕掛けるがグラウンダーシュート、枠に当たったが佐藤が押し込めるか。押し込んだ、最後押し込んだ、同点 AC 長野バルセロ。冷静に詰めていきました三打。1対1同点に追いつきました。さあ繋いで、おっとここはずれた。さあ松本、田中パウロ11、田中パウロ11、さあルカオが裏へ抜ける、右足のシュート、決まった、決まった、ルカオ2試合連続のゴール、勝ち越し、松本山が FC。 前々節の岐阜戦の時は逆のようなパターンがありました。ルカオが強さを見せ、ここで長い笛が鳴りました。2対1、信州ダービー2022年の第3幕、松本山雅 FC が制しました。